フレッシュボイスは日本の競争は主な勝チクは安田記念。直線一気の豪快な追い込みで人気を博した。バレーは休表記で統一する。デビューは1985年10月、マイナー決闘のため11頭立ての7番人気と注目はされなかったが、道悪おものともせず優勝を飾った。この道悪というフレーズがフレッシュボイスの競争生活にとって、 大きなファクターとなる。続く400万条件でも勝ち、福島3歳ステークスでは3着に入った。明け4歳となった1986年1月の新山記念で重賞初制覇。続く3月の毎日杯では季節外れの雪が降る中、ポツンと離れた新狩りを進みながらも、後に京都新聞杯を勝つ竹の駒吉に三馬新反差をつける圧勝だった。 この時関西テレビ放送の杉本清アナウンサーによる雪はやんだフレッシュボイス一着は彼の名実況の一つとして有名になった。実際レース中に雪は急に小ぶりとなっていた。こうして臨んだ札幌賞では裏街道を歩んできた印象のため4番人気と実績の割に人気は薄かったがレースでは完全に抜け出したダイナコスモスを 最後肩からの追い込みで、首様で迫り、2着となった。その後外傷を負い、東京優秀は回避。秋は、神戸新聞杯で復帰し4着。続く、菊花賞、有馬記念では、それぞれ6着、5着とそこそこの結果に終わった。1987年、決闘的には短距離向きだが、長距離戦線で、まずまずの成績を残したことで、 春の目標を天皇賞に定め、初戦の日経新春杯を一番人気で解消した。ちなみに、これが生涯唯一の一番人気での勝利であった。自走阪神大賞典は勝った、須田ホークから離されての四着に終わる。この結果を受けて陣営は、相手が強化され、さらに距離が200メートル伸びる天皇賞では勝負にならないと判断し、目標を安田記念に切り替える。 安田記念では、主戦騎手の田原正騎が、天皇賞で西のライデンに騎乗した際に、進路妨害による失格出でで騎乗停止となったので、鞍上は、柴田正人に乗り換わった。前哨戦の慶応杯スプリングカップで、ダイナークトレスラを一周した日報帝王が、短枠に指定されて一番人気。中山記念を勝った鈴パレードが同じく短枠指定になって二番人気。フレッシュボイスは、 離れた3番人気だったが、重馬場の中、逃げ切りを狙う日報帝王を大外一気の末足でかわし、GI 初制覇を飾った。この後は短距離中距離のレースを中心に使われ、1988年4月の大阪杯に勝ち、1989年6月の宝塚記念では勝った稲荷湾を首座にまで追い詰めるなどしたが、安定した成績を残すことはできなかった。 1989年12月の有馬記念7着を、最後に現役を、引退、守護場入りした。種母としては、種付け数自体がほとんどなく、数少ない産区も全く活躍できなかった。2001年に種母登録を抹消され、名馬のふるさとステーションを経て、日高シルバーホースファームで余生を過ごしていた。2007年6月12日に、老衰のため死亡を。 ありがとうございます。